はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤のテイストでお届けしている30分番組です。3月でございます。 ね早いね。早い。毎年、毎年毎回ほぼ言ってますが早い早いってね。マジ早いね、うん、もう3月です。はい、ということで、はい、けいちゃんがいよいよまたねそうですね、はい、ジョイフルネスアカデミー4月からスタートを決めました、ね、決めましたので、はい、スタートします。はい、パチ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 。もう合計で何回目になるの、今度の春の分で。5回。え、まだ、うん、あ、そんなもんかいな。違うか。違うか。5回。5回か、うん、そっかそっか。去年が2023が、まあ、あのね、うん、秋から10月からが1回で。なんかね、今回からね、うん、ちょっと今年形を変えようかなってひらめいてて、うんうんうん、あの何期っていうのはもう鼻から言えなかったね、うん、なかった。でも春学期秋学期ってすると6ヶ月、うん、やっぱ入られへんわけですよね、うん、はいはいはい。それもなんかなってずっとなんか思っとったから、うんうん、もう自分が、あ、今やなって思うときに並走させていこうかなって思ってます。あ、なるほどね、なるほどね、うん、まあ、だからその この月がスタートの月ですっていうのがまとまってではないっていうこと。そうです、そうです、うん、そうしようかなと思って、うん、で今やったら日曜クラスと平日クラスってやってて、うん、それを並走させてたんですけど、うんうん、日曜日だけしかせえへん、うん、4月からスタートのはで、うん、何月からのは平日しかせえへんみたいな感じにしてたら、うんうん、入るタイミング逃したみたいな方も入りやすいでしょ、うん、今日も、うん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 、なので全然あの労力的には変わらんし、うんうん、でもそれをその4月のスタートの分からそうですからやろうかなってひらめいた、うん、はい。それは正式発表はいつぐらいになりそうなの。あ、でももう4月は普通にスタートするから。ああ、そうか、うん、ってことは、まあ、これからその例えば今までやったら4月にスタートしたらもう 次が、まあ、10月あったとしても10月、そうそう、あったもしかしたらない時もあったからね。そう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 思ったら、じゃあその5月とか6月ぐらいでケイちゃんのことを知って、はい、YouTube でケイちゃんのことを知って、うん、え、何ジョイフルネスアカデミーって何、ちょっと気になるわんってなった方が、はい、あ、なんならもう、あ、来月からやります、あ、6月から行けるよとか、行けるよ、8月からあるよとかっていうのをすごくこう、あの頻繁いうか、そのキーとして決めずにやっていこうかなっていう気持ちになってます。はい、なるほど。ではもうちょっと詳しくメインのお話を聞いていこうと思います。はい、シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材が全て用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまで全て専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。はい、もう今のね、うん、10月始まる、去年の10月に始まった人たちも、はい、もうそろそろね。そうです、3月ですから、うん、で卒業ね、うんうん、いかがでしたか。いや、素晴らしかったですね。なので半年間お休みして、うん、で、うん、今回集まってくださった皆さんでやってったんですけど、うんうん、まあ、すごいもうほんまに受け、まあ、みんなも今までも受けたいって受けてくれたんだけど、うん、なんか私がもうほんま募集せえへんかったから、はい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 、私が募集する前に言うてくれた人たちばっかりだったんですよ。いつ始まるんすか、はい、やらへんのっていう、うんうん、受けたいんですけどって言ってくれた方たちが今回受けてくださってるんですよね、うんうんうん、で、でも言うたら私が逆に心を動かしてもうたっていう感覚すらあるんですよね、うんうん、で、あ、実際やってみた時に、うん、まあすげえ変化、すげかったっていうのが、うん、今回その木でもう6ヶ月やったらもう次6ヶ月後ですよみたいな感じに、うん、じゃない方がいいなっていうのをすごく思ったんですよね、うんうん、っていうのもそのものすごく密に関われたっていうのがあって、うん、人数が絞ってやってたもんやから、うん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 、こうしたらね、
もう一人の方がおっしゃってくださったのは、うん、20年で30年の呪いが解けたと、うん、おー呪われてたんだ。いやマジでマジで、うん、もうほんま呪いのような状況やね、うんうん、もうもちろんさ見えへん、うんうん、あのお化けとかの呪いちゃいますよ、うんうん、あのそういう人ちゃうから払い屋さんとかちゃいますから違うんですけど、うんうん、やっぱりその お家でね、まあ、代々続く、うんうんうん、なんかちょっとあったりするじゃないですか、この考え方だったり、うんうんうん、まあ古い、ね、風習的なものだったりとか、ね、もうこういうもんだって、うんうん、ずっとちっちゃい頃からあの育ってきたらそれが常識当たり前になってるっていうところって変えにくいでしょ、うんうんうん、でもそれで全然あの毎日ハッピーですって過ごせてんやったら全然いいんですけど、うんうん、めっちゃきついと、うんうんうん、でもなもうこんなに頑張ってんのに、うん、なんかめちゃくちゃきついやんっていうところが、うんうん、ほんまこうやって言うてくる20年30年の、うん、下手したら30年の呪いが解けましたって、でもほんま見てても思う、うん、もう全然世界の見え方が変わったなって思いますね、うんうんうん、なるほどね、まあだから、うん、まあ、もしその方がねお母さんとかだとすればまたね子供が変わったりとか、お母さんですから、あ、そうなんだ、子供たちも、うん、に対しての見え方がもう全然やっぱ接し方が変わったって言うてはりますね、うんうん、やっぱりそのこうせなあかん、うん、べきではっていうところでいくねんけど、うんうん、その一人一人をすごい大事に育ててはるんですよ、うん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 、でもそのやっぱりこのべきねば正解みたいなのが自分の中にあるからそれを通して見てしまうよね、うんうん、でもなんかそのどんどん、まあ、その呪いが解けたっていう前から徐々に徐々になんですけど、うん、子供一人一人の特性だったり、うん、この子は実際どうがいいんかなっていうようなコミュニケーションをするようになったら、今までは何も言うても、まあ、勉強せえへんやなんやせえへんかった子が、え、やってんの？っていう、え、やってんの？え、自分で起きてんの、うん、みたいな、うんうんうん、状況になってきて、あ、何が起きたんでしょうねっていう感じなんですよね。でもうこういうことは今までのジョイフルネスアカデミーももう頻発してることなんですよね、うんうん、今まで散々言うてきたのに全然変わらんかったのが、自分の中で何かが変われば、あれ周りの人たちが変わってるっていう、うんうんうん、ほんでこう何やったんってなるんですよ。何やったん、何やったんやろって、うんうん、もうね、もう呪いが解けたんやなとか、そういう表現にやっぱなってくるんだろうなっていうところはありますね、うんうん、すごいね。いやすごかったねですね、うん、で経営者さんもがいらしてくださって、うん、看護師さんもいらしてくださって、うん、あとは行政 の、うん、お仕事をされてて、ちゃんと席すげえ席にある立場の方が、うんうん、来てくださっててとか、うんうんうん、私やでっていうね何それ何それじゃあこんな感じやのに、うんうん、そのもういわゆるすごいしっかりね、うん、お仕事されてる方が、うんうん、ジョイフルネス来てくれねえなと、まあ、今までも学校の先生やらね、うんうんうん、本当もう思いを持ってお仕事されてる皆さんが、うん、来てくれて、うん、いっぱい頑張ってきてはるじゃないですか。だからこそ成果も出てるし認められてるし、うんうん、でも、うん、なんか毎日しんどいっていうところが、うんうん、解放されていくっていうのがやっぱ起きたね、起きたね、起きたね、今回も起きたね、起きたね。もうそうすると本当はやっぱり私がやっぱなんや嬉しいっていうのは、本人が変わるのはまあ当たり前や思ってるから、今その周りの子供たちだったり一緒にお仕事されてる人たちも変化したり生きやすくなってるっていう話を聞くとめちゃ嬉しい。やっぱ自分なんだよね、結局全部自分。なんかこれなんで全部自分って言うかっていうと、やっぱ自分が一番実体験してるからなんですよね、うん、で、まあ、一番すごく分かりやすかったのが離婚したかったんですよ16年間、はい、でも全然できひんかったんですよね、うんうん、でなんでかっていうとこいつのせいでってずっと思ってたんですよまあでももうリアルに事実としても、いやマジでそうやねんでっていう感じはあんねんけど、でも結婚したん誰なんつった、私なんですよ、結局私なんですよっていうところから、
見てた時ね、もうこいつがこいつがこいつがみたいな、全部がこいつがやったんですよ、ね、こいつイコール元旦って書いてくださいね、はい、で、なればなるほど離婚したいのに全然そうならへんねん、うんうん、で、あれってなった時に、うん、他のことにはあんまりこいつがって思わへんね、うん、こういう状況のせいでとか、うんうん、全部私がって思うのに、うん、結婚してるやつだけ、うん、謎にこいつがやったんですよ、うんうんうん、待って私主導権取られてるっていうことに無意識にですよ、うん、で気づいて、でやっぱりすごいいっぱいなんか嘘やろいうことがいっぱい起きたから正にしたくなるよね、うんうん、でももともとは何なんて言ったら私が結婚して、うんうん、じゃあ私がやんってなって、であ私がやんってなった時に、で私はどう生きたいのっていう質問を今までも十何年間企業主義でみんなに言うてるのに、結婚に関して自分にその問いかけをしてきたつもりやけれど、うんうん、本当のところでやっぱりこいつが変わったらって思ってるから、その問いがスコンって自分の中に真ん中に入ってなかったんやなっていうのがあって、である時気づいて自分に、あなた私はどう生きたいのってなった時に、うん、この人がじゃなくて私はが出てきたんですよね、うんうんうん、そっからトントン拍子ですよ、うんうん、でなので全部ね、誰かのせいとかしたいの分かるやし、もういっぱいも誰かにせいにせない生きていかれんようなこといっぱい起きてきてるからめちゃくちゃ分かるんですよ、うん、でもそのせいにしてたらマジで動かへん人生が、うんうんうん、だから待って、結局これ私やんな、私次第やんなっていうところに、うん、でもこれ私次第ってケイちゃん言ってるから私次第にしたらええんやろっていう感じで受け取ったら全然進まんねん、うん、ほんまにそうやんなっていう自分の中での 100% の納得がない限りそうなれん、やっぱり言うで、今度私のせいにすると思いますよ、ケイちゃんが言うてたからやったのに、ああそうか、私のせいやと思ってる、思うようにしたのに変わらんやんけと、で、あのクソオクラケイあの YouTube、うん、でこれ人のせいになってるでしょ、うんうんうん、でそれは言うてんねんからやったらええやろ、うん、言うたなやったらええねんな、うん、みたいな感じって、うん、やっぱ納得できて 100% ほんまやっていう、このなんていうの、ほんまやっていうのが気づきですよね、自分の中での、うんうん、それが起きない限りやっぱり結局何かのせい、うん、あの先生の話聞いたけど全然ちゃうやん、あこうあかんから、じゃあ次この本読む、この本読むって言えるからやろ、またやんこんな本全然あかんやんみたいな、それはあるね、繰り返しは何かっていうと整理してるからなんですよ、それはある人多いよね、うん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 、で結局あかんやん、何やってももうこの人あかんやんって、いやいやちゃうねんってやっちゃうねんってこれなんでこんな言うかっていうと、自分がそうやったからめっちゃわかるんですよ、うん、いや全部私次第って思ってますよって思ってってやんやから、うん、十何年間やのに現実が動かんかったんですね、結婚って、うん、結婚じゃわ、うん、離婚っていうところでは、ね、うん、そこがポンって動いたんで、うん、そっかっていう気づきですね、うん、なんかその気づきみたいなのが自分の中でやっぱり自分と向き合わん限り起きないです、うん、どんだけ誰かに言われて、うん、ああそうなんや、そうなんやじゃないんですよね、自分との中で自分が気づかん限り動かんっていう、うんうんうん、それをジョイフルではやってます、うん、うん、それはさ、自分が気づかん限りっていうのはさ、例えばもっと痛い目に遭わんかったから遭わんと分からんのよねっていうのもあり、うん、いやそれからそう思ったらね、うん、私がなんでこんな痛い目いっぱい見てきたかって言ったら、うん、もうお前ええ加減気づけよっていうことが起きてきたんやなっていうのも分かるんです、うんうんうん、ただみんなにも痛い目を負ったらええやんって言うたら簡単です、うんうん、でも会いたくないし会うてるとこ見たないし、うん、会わんでええやんって思うんですよ、ああ痛い目ね、うん、さらなる痛い目ね、そうもう十分やろって、うんうんうん、それが好きなやったらええんですよ、うんうん、でも好きな人もいるよね、うん、そう好きなやったらええと思うんですで私もちょっと多分好きやったと思うだって自分から過渡期に突っ込んでいく女だもんね、この波乱万丈息抜いてる私すごないみたいな、なんかな謎の謎のなんか、ね、片手に突っ込んでいく女だから、こんな目に遭うたって絶対行くしねみたいななんか
ファイティング構造、ね、ファイティング構造を取る私が好きやったんでしょうね。だからどん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 来てたっていうところもあんねんけど、もうええやんって、うん、もうええやんってなって、でやっぱりその自分とやっぱり結局あほとんどのことはうまくいくんですよ。でもこれがっていうのがその、うん、結婚離婚いうとこやったよね、うん、でそこもクリアになったからね、うん、でそれは何かっていうとやっぱ自分なんよね、うん、でひどい目に会う前に気づきゃええやん、うんうんうん、でもみんな自分と向き合うっていうことを、うんうんうん、やっぱしづらかったりすると思うし、こんだけ言うてんのに16年できへんかったよね、うんうん、でそれってやっぱりねなんかピンポイントに向き合うここやでっていうのが分かりづらい、うんうんうん、でそれは私もだいぶ得意です人と喋っててあもうものすごい頭では考えてはんねんけど、うんうん、そこちゃうねんっていう、うん、意識して意識的にちょっとこうずらしてたりするからね、ずらすずらす、うん、ここを解決できたらすごくいくと思うんです、うん、そこちゃうでっていうのは旗、うん、から見とったらめちゃくちゃ分かるんですよ。なのでそこに、うん、でも私がえこうやからこうしてって言ったって、うん、ケイちゃんが言ったからやろうなんですよ、はい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 、ほんであケイちゃんが言った通りにやったけどできへんかった、はい、はいはいはい、はい、消えたみたいなことがあるんですよね。なので絶対的に自分で気づかなく、なのでそういう問いかけ、そういう、何トークトークトークそういうそういう自分じゃだからそれこそあれでしょ、その自己対話をするってことでしょ、うん、自己対話の仕方、うん、まず仕方から、うん、そして感じ方から、うん、あらゆるいらないものっていうところを自分で外していくっていうことも やった上でね、うん、それをやっていくっていうところやから、めちゃくちゃ順番を大切にしてやっておりますね、うんうんうん、簡単ですよね。これをこれやめてこれやったらええねんってケイちゃんには分かるわけだからね、うん、なんとなく、うんうん、でもやらんし、そうな、本人が本当にああ そうですね、それですよねって納得できんかったらまあやらんわな、うん、やらんし、うん、やったら やれ言うたからやってんけどっていうっていうスタンスでやっちゃったらそれはうまくはいかんわな、はい、そういうスタンスでやると思った結果は出ないよね。あの全然中のエネルギーがちゃうから、うんうん、あの違うんですね、うん、なんですよ。だからそれを結局そのケイちゃんのジョイフルネスに入ると、うん、そうここがこうだよじゃなくて、ケイちゃんがそれをうまいこと本人が気づくように持ってってあげるんだ、うんうん、でも自分で気づけるようにな、うん、自己対話法です。はい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 、うん、あってことは、まあ、じゃあケイちゃんが、まあ、こっちっていうよりも、まあ、本人がその自己対話のやり方をケイちゃんに習うことで自分の中で自己対話を始めて、はい、それでどん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 自分で気づけるように。そうですそうです。ただやっぱりグルコンとか個別をなんでやってるかっていうと、うん、自分でやってると痛いから見えひんとこがあるんですよ。ああなるほどなるほど、うんうん、でも、うん、ほんまそこ見てやいうとこやねんけど、うん、見えひんのです、うんうんうん、自分でやってても、うん、なのでそこをプスってプスってここじゃうのっつって、うん、あそれはグルコンの時とかにプスッと言ってプスッと、うん、それはあのでもねその自己対話をしてる方法を私とあその人とでやってるっていう感じだから、うんうんうん、話し方みたいなのがもう一緒なんです、統一されてる。ほほ、だからあケイちゃんと喋ってるように自分と喋りゃいいんかっていうのが、うん、あのそういうコンサルを通して、うんうん、あの気づいていかれることも多いですね。先生は思うんだけどさ、そのほら、うん、まあそのグルコンとかって、はい、そういうのプスッと刺したりとかするの他の人もまあ見てたりとかするわけでしょ、うん、そうするとさ他の人でちょっとケイちゃんみたいにさ、はい、いやそれちゃうんちゃうって、うん、他の人によ、はい、同じ受講生なんだけど、はい、にいやそれはちょっと違うと思うんですよねみたいな意見を持つ人もいたりとかするわけ。ああそれはどういうこと、そういう、うん、ケイちゃんはそれちょっと違うよなってその A さんに思うやん、うん、だから同じ受講生としている B さんもその A さんの言ってることを聞きながら、いやそれちょっとちゃうんちゃうみたいな、ああ思ってるかもしれないですね。そういうのは聞いたりはしないんだ。あ聞かないです。あ私あのダメ出しするってどういうことって思ってました、ね、受講生同士で同士でね、うん、勝手に思っとってっていう、ああなるほどなるほど、口挟まっとってってなるわけ、うん、勝手に思っとっただけでしょ。ああはいはいはい、はい、うん、それを教えてんのなるほど、ね、それじゃあもう、まあ、本人がそう
そう、 B さんは本人の中だけにそれとどめといて、うん、まあ案外でも B さん自身も自分に刺さるか、B さんも刺さることはあるんだろうね、うん、そうです、 A さんに K ちゃんが言ってることが、はい、あのほとんど今もキョトンってなったんは、うん、ジョイフルの中で受講生同士でダメ出し的なところ、うんうん、ありえないです、ないです、全部自分でっていうところやから、うん、ただ何が起こるかっていうと、うん、誰かとの対、私との対話で流れ玉が明らく、なるほどね、流れ玉はやばい、うん、ほど当たる、当たっちゃってるんだね、うん、B さんにもね、なのでこの人こうしたらいいのにみたいな、うん、A さんこうしたらいいのに、うん、だからあかんねんみたいに思ってやったら、思ってたらええけど、うんうん、それ多分あなたもやってるよお前もなっちゃうっていうところで、うんうん、あ、いただってなるから、うんうん、人に物を申そうとは思わないと思います。あ、なるほどね、なるほどね、はい、あって、自分でそこも気づくのか、うん、人のに対してこう、あ、ちゃうちゃうちゃう、私もみたいな、うん、そう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 、だからもう全然そのなんかそういうとこがあかんのじゃないとかっていう対話をせえへん場所なんで、自分で気づいても、あ、ここやんっていう、全然スタンスから違ったっていうのを気づくのは自分しかないから、うんうん、まあ、そう、こうした方がいいんじゃない、やったらどうぞ講座お開きくださいよ、話ですよ、ね、うん、って思ってやってますなるほどね、うん、でもさ、半年間かけてるから、まあまあ、それほら最初の1ヶ月でもだいぶみんな変わるって言うけど、はい、1ヶ月目すごい、ね、変わるって、うんうん、まあそれはそういうさ考え方というかさ、そういうのをケイちゃんからもう、まあまあ、いや、まっさらな状態のところにボコーンって入れられるわけだから、はい、まあ、それは最初がガーサーって変わるんだろうけど、はい、その最後まだ半年必要っていうのは、はい、やっぱケイちゃんなりに何回も振り戻されるんです。ほう、何回も戻る。だって30年40年50年の生、うん、癖ですから、うんうん、あ、息癖ね、息癖です、思、ね、はい癖、はい、でもう それこそ先祖から代々続く思考癖ですよね、うん、で常識みたいなところが入り込んでるから、うん、でもそれが生きやすいんやったら全然いいやん、でもめちゃくちゃ苦しいんやったら変えたいやん、うん、それを、うん、で変えんね、あ、分かったって言って変える、うんうん、変わるんですよ、自然に、うんうんうん、でもやっぱすぐ戻る、戻って今までやったら単発やったら戻った終わりですやんか、うんうん、関わられへんも、うん、でも戻ったケイちゃんまたあかんわってなったら、ん、何が起きたんか言うてみって言うてみ、じゃあ今のってこういうことが起きてるかもねっていう、うんうん、その何が起きてんのかを伝えると、うん、あ、ほんまや、じゃあこうやってやったらいいよねって、うんうん、そうやなって言ってそれやってみてっていう感じで何回も戻る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 を繰り返すから癖になるんです、そっちの考え方とか、ほしたら自然に変わってってるから、うんうん、前私どんな人やったっけってなってるって感じですね。なるほどね、なるほどね、それもよく聞くね、うん、ちょっとずつ変わってるから、うん、自分が変わったってなんてその変化があんまり気づいてない、空気変わっていってるから、ね、そうです、考え、しかも考え方が変わっていってるから、はい、なるほど、また同じようなことが起きたら自分の中にちゃんとそういう風に考えて行動ができていく、ね、はい、ぜひね、こんなジョイフルネスアカデミーでございます、はい、4月から始まりますので、はい、ぜひ、まだケイちゃんのメルマガに登録をしていただくと、はい、その情報がどんどん参りますので、ぜひ、登録をしてみてください。はい、エンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。大倉慶の望みを叶えるカラーメッセージ、どんどんどんパフパフパフ、はい、今日はですね、はい、朝からカラーの効果の凄さを実体験しておりますので、はい、みんなも生活の中にぜひ取り入れてほしいなって思ってます。まず朝起きたらですね、うん、声がガッサガサで昔いらっしゃった、昔言うたら失礼なんですかね、リリアンさんいうガラガラを調べて、あんまりよく知らないんだけどね、な方がいらっしゃったんですけど、うん、もうまあガッサガサの声やったんですね。で今もちょっとおかしいんですけど、あのほんまに出へんかって、
でこの時にでも体全然元気なんですよ、うんうん、昨日も全然元気で 5,6 時間交代して喋ってるし、うん、全然大丈夫やったのに朝起きたら声だけかさがさやってね、うん、でこういう時あ風邪やわとか、うん、あなんかやわとか、うん、あまあ思うのとプラスね、うん、あれ喉が調子が良くないってことは喉って青色でしたね、うんはい、青色のテーマは何かっていうと自己表現とか、うん、自分とのまあ本音を知るそしてそれを話してるかな、うん、どうかなっていうところなんですよ。あれ私なんか飲み込んだことあんのかなって思ったんですよ。言いたいのに飲み込んだことあったっけ、うんうん、この私がこの私すぐ言っちゃう私がですかみたいな、うん、で自己対話自分との対話もめちゃくちゃ合ってるしなって思って、うんうん思い当たったってなったんですね、うんまあ、何かっていうと、うん、先週ですね、うん、うちのお母さんが入院してたんですけど、はいはいはいでまあ、その中でもっとこうしたらええのにもうなんでこんなことするのかねみたいなのを結構思ってたけど退院したってやのになそんなん言うたらあかんわな、うん、飲み込みすぎたみたいな、ね、こんななったやなっていうところで、うん、やっぱりこうもし喉の調子が悪い場合、うん、すぐにねあなんか風邪やなとかそういうの、うん、のにプラス、うん何か飲み込んだことないかなっていうところで自分を対してみてください。私も午前中でだいぶ超えてるようになったり、うんうんうん、あれかあれかってなってあ、うん、納得できたらね納得できたらの声がねスムーズに出るようになってきてますから、うん、何も飲んでないよ薬とか喉飴だけでも喉飴も青色がパッケージのやつを食べてます。なるほどねなるほどね。はい、あの私が好きなあの、ね、戦っちゃうマヌカハニーはねちょっと茶色っぽいからね。だからそういうケイちゃんとかはただ普通に例えばさ私もさ思ってあ青ね青ねって思ったけど、うんうん、でじゃあさ青例えばそれこそねあの娘ちゃんたちがその青いコップ で、はい、ね、うがいをするとかではなく、まあ、そこからさらに一歩進むわけやねケイちゃんの場合はね。で青なぜあそのあ青の意味から、うん自分を顧みるんだ。そうですよ。なるほどな。そんで気づいたら、うん、俺これ出てきてるやん、うんうん、やっぱあれやったやなみたいなだったっぽいです、はいはい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますのでぜひご覧ください。インスタグラムはハッシュタグママラフで藤野由香のアカウントでご覧ください。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。